ドリームチャンピオンシップ2024サードシーズン最終トーナメント1回戦第4試合、メイヨー選手対ロナウド選手の対戦です。さあ、ドリームチャンピオンシップ2024サードシーズン最終トーナメント1回戦最後の試合ですね。メイヨー選手対ロナウド選手の対戦です。さあ、メイヨー選手はこちらは日本を中心としたチーム編成となっております。こちら日本からの参戦。そして対するロナウド選手はこちらは欧州ですね。欧州がメインとなるチーム編成となっております。さあ、日本対欧州、どちらが強いのか。さあ、キックオフです。まずはメイヨー選手からのキックオフ。さあ、日本選手が躍動しつつ、サルツ君とマッチアップしたのはマッテオ。マッテオはちょっとディフェンスのパラメーターはなかなか物足りないところがあるので、ここはサルツ君優勢かというところを。さあ、こちらパスですね。ハンディズミキーパスを急カットパスカットで取りことができず、ここでステルスディフェンスも防いでいったところ。しかしクライフォートに対してはしっかりカルツがついていったというところ。さあ、ロナウド選手見事なディフェンスの采配を見せております。さあ、なのでこのクライフォート君の後カルツ抜くことができるのか。抜けるとかなりチャンス広がってきますね。おっと、これはバーストブレイクタックルで薄いところ引いていきましたね、ロナウド選手。さあ、運も味方してマイボールにしたというところで、さあ、2歳ムンバッパスライダーからのクライフォート、素早いパス回し披露していきました。しかしここは読み勝ちがありますので、クライフォート読み勝てれば三崎でも取れる可能性はありますね。抜ける可能性は全然ありますね。スタートのソニックパス、しかしここはオーバーヘッドパスカット、読み負けてしまった時はなかなか厳しい。さあ、ここでハーフラインでボールを奪ったメイヨー選手、一気に前線までボールパスを回していって、さあ、こちら新田君とカルツのマッチアップ。高速ハヤブサフェイント、抜いていき前線にチャンスを広げることができるか。さあ、まずは浮き玉。さあ、ペナルティエリアシューター、新田君で決めていかないか、もしくは新田君低い浮き玉を要求したいところ。さあ、もう一度チャンスが訪れるか。スタートだ。なんと2回目の浮き玉も高い浮き玉、はやぶさパスに切り替えましたね。これは三崎君で打っていこうというところでしたね。そう、しかしペナルティエリアに入る前にマッチアップしたのはブルーノ。ブルーナ渾身の一撃ありますね。しかも踏ん張りがあるのでね、ここからシュート打つとなかなか厳しくなってしまいます。さあ、読み勝ったのは三崎太郎。フライフィードでボロ出していくのはタイガーボラン。そして中央まで入ってきました、新田くん。これは新田くんにパスを出すか。さあ、クロスを取っていく。さあ、新田くんにこちらパスマークがつかないようにというところでしょうか。さあ、ライジュパス、ボールの先ほどくになる。これは三崎くんですかね。おっと、これは少し手元が狂ってしまったか。センタリングがキーパーの手の中に吸い込まれていったというところで、さあ、残り40分、残り5分ですね。さあ、ラストチャンス展開することができるか。ロナウド選手、エムバパスタミナの状況はどうだ。こちらまだ減り具合としては足りない状況。さあ、ここはドリブルに対してこちらスライディングで攻撃を止めていき、残り1分ですね。さあ、時間足りるか。これはもう後ろに下げていって一旦ここは終わらせようというところですね。さあ、前半終了していきまして、0対0拮抗した試合となっております。さあ、新田くん前半のところで低い浮き玉出したかったというところではないでしょうか。ただここは2連続高い浮き玉というところでパスを選択したという前半。そして少しついてなくてミューラーの全体のミューラーの手元についてましたという形になります。さあ、後半始まってまいりました。選手交代はなくですね。ただポジションの入れ替えが若干あるかもしれないですね。さあ、エムンバッパからスタミナ半分以上を減らしてマッチアップしたな松山君。しかしカリスが後ろについているような状況。そして前線の上がりはどうかというと、シュナイダー君がもうかなりペナルティエリア内入っていって、おそらくこれ単独でマッチアップもできそうな状況ですね。これ読み勝ったのはエムンバッパ。さあ、ドリブルでまず1人かわしていき、さあ2人かわしていった。
やはりスタミナが少ないのでエムンバッパ強引に切り抜ける打開力ありますね。さあエムンバッパからのマッチアップ、ミサキくんとマッチアップした。だがもうここまで来た時のエムンバッパはかなり止められないですね。さらにシュナイダーくんガラ空きというところでどうなるか。さあさらにクリティカル、ピンのクリティカル、全力中はかなりクリティカル安定してますね。さあ単独でマッチアップしたシュナイダー、これは万全の状態でシュート打てるのではないでしょうか。さあ正念場を訪れた明王選手、属性不利かつパラメータも負けているぞ。さあクリティカルでは勝ちたい、銀のクリティカルで条件は変わらず、なんとここで取っていった 33.8% 取っていった。ここでピンチ切り抜けた明王選手、素早く切り返して1回さあ1人かわし、タケシが後ろに回りつつもマッチアップした。こちらはエリック・シュミットとマッテオのマッチアップ、コンステラジスト、エリック・シュミットとの勝敗ですね。マッチアップ読み勝ちがどうなるかっていうところが大きい鍵を握っております。もうここは読み勝ったのは澤田タケシ、1人かわして一気切り込みスライディング、しかしここは読み負けたので見事な読み勝ち発揮していった。ここはうまくディフェンスラインを下げつつ、なんと単独でマッチアップした。若干ポジションをかなり変えていったというところが少しあだをなしてしまったロナウド選手、一気にピンチまで持っていかれてしまうのは、さあ低い浮き球 62% にいった件、決めることができた。なんと勝敗を動かしたのは新田、一発低い後半は低い浮き球一発というところでしっかり優勢取っていきましたロナウド選手。さあ残り時間は十分か、残り10分というところ、素早く攻撃シュートまで行きたいところ。さあシナイダーとのマッチアップは松山くんと、後ろに控えるのは三崎くんとなっておりますが、前線には誰もいないんでね、シナイダーくんここは一人で切り抜けるしかないのではないでしょうか。さあファイヤーパス、ここをこの後三崎くんですね、なんと 63% 取っていった。さあここは残りゆっくり時間を使っていきたいところ、しかし果敢に攻めますね。おっとここは家西田取っていって、まだもうワンチャンスあるか。さあマッチのでボールを出していくかというところで時間タイムアップ、見事に後半1点リードした、リードした1点を守りきった明王選手が勝利しております。今の気持ちを教えてください。まさか勝てると思ってなかったんで、すごく嬉しいです。勝利のポイントは何だったでしょうか。読み勝てたのが良かったと思います。じゃあ次の試合への意気込みを教えてください。次は日本人対決なので、パル選手にも頑張ってほしいんですけど、はい、自分も頑張ります。はい、というところで改めまして、1回戦第4試合、明王選手対ロナウド選手はこちら1対0で明王選手の勝利となります。おめでとうございます。いやー、新田くん前半が2回とも高い浮き球でなかなか苦しい展開だったんですけども、後半は一発で低い浮き球見事決め切り、その1点守りきって勝利という形になります。まあ、ちょっとあそこのね手前のところでカルツかなり下げてマッチアップをできるだけ複数でやろうって言ったような動き方をしていたんですけども、若干そこに対してうまくこう明王選手 のドリブルであったり移動というところが功を奏したというところではないでしょうか。さあここからは2回戦となっております。まだまだ熱い戦いの連続となっております。さあ次の試合も楽しみにしていてください。ビザナンバーワン。